毎日西ガチャ第4レース。さあ、1周目が終わりまして、今日からは2回目の育成になるわけですが、まずはこの馬娘、北三ブラック。あと1週間ほどに迫ってまいりました、サジタリウス杯に向けての育成でございます。で、サポートカードはこちら。育成の手応えは、結構いい感じでしたね。おそらく今回のチャンミもスタミナイーターなり焦り系なりのデバフが飛んでくるはずなので、スタミナと根性を多めにするように意識して育成しました。で、本来ならクリークからマエストロもらうつもりだったんですけれども、残念ながらカレー作りが間に合わなくて、回復スキルは勢い任せのみになっておりますね。さすがにこのスタミナと根性なら回復なしでも走り切れると信じたいんですが、本番ではどうなるでしょうか。そしてパワーに関しては A プラスが目標だったんですけれども、今回は A に1足りない B プラスということで、ここが不安要素になりますかね。一応道割る20丸取ってるんで、実質 A になって走るはずなので本番では。加速に関しては、もうそれとアンスキーで固有スキルでどうにかごまかせたらいいかなーってところですね。賢さは思ったよりも伸びてくれましたね。正直 B ぐらいを覚悟してたんですけれども、ブルボンが頑張ってくれました。やっぱこのサポートカードいいっすね。さ、本番では史実のようにスタミナ勝負でねじ伏せるような走りに期待しつつ、因子も見ていきましょう。いや、しかし、ここまで仕上げられても、距離 S じゃないと話にならないってなるのがね、今のちゃんみだから、本当に修羅だよ、マジで。さあ、評価 UG 悪くないでしょう。さあ、印象はどうでしょうか？いいのください。まあ、しょうがないか。さすがにそこまで、高望みはできないか？どうですか？まあ、ここ結構星、平均あって、よかでしょう、よかでしょう。はい。それでは、また明日。